トゥース、マルタです。このチャンネルではブレイキングダウン、オーディションで起きた喧嘩、乱闘を仲裁する役として、その乱闘がどれだけ仲裁が難しかったのかというレベルを、独断と偏見でつけていくというチャンネルになっております。はい、今日はブレイキングダウン6ボリューム5最後の組ですね。 M グループヘビー級の乱闘を見ていきます。はい、このM グループはですね、もう1日の最後にやってますので、もうだいぶ疲弊した状態で、おります。それで最後ヘビー級ですよ。はい、やっていきましょう。で、 M グループの前にユーゴさんが12日何も喋ってないので回してもらっていいですかということで、司会が進行が12日に移ります。これがですね、ナイス判断というか最高の結果を生んでますので、ご覧ください。でかいっすよね、ヘビー級。僕より全然でかいっすからね。はい、注目はこのでっかいお相撲さんみたいな人で、謎の花束贈呈が終わって、女性の時と同じパターン、まさかの椅子が全員分あるのに椅子取りゲーム開始ですね。で、なんか起きるぞという顔をしておりますけども、はい、乱闘になります。掴み合いになります。ゆっくり行って、ここで力士の方がこう馬乗りになる、ぐるっと回して完全に馬乗りというか、上にこうもう覆いかぶさるようになってるんですけども、これ僕とあともう一人、2人ともこうアメフト出身の、力には結構自信のある2人なんですけども、この2人がかりでもご覧ください。全くびくともしないです。3人来たかな、来たけども全く動かず、もう剥がせなかったです。で、ずれてくれて、全然こう怒りが収まらないと。すごいパワーですよ、見てください。左手一本これでこけますからね。で、間に入るもんもどうしようもねえなと思って、でここから奥にどん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 押し込まれていくんですけども、ここで救世主です。12人2期が駆け寄ってきてくれて、どうにもなんねえなとこうなってたところをですね、さすがです、12人2期さすが大スター、肩を抱いてお願いしますって言って剥がしてくれるという、ナイス司会ですよ、ナイス進行ですよ、マジで。いや、笑い起きてますけど、多分ポーランドさんとかもいらっしゃったんですけど、220キロだっけな、力士の方が220キロあって、でポーランドさんとか、まあ、1対1だったら絶対この会場にいる中の誰でも剥がせないですからね。で言うと、逆に言うと12人にしかこの喧嘩の仲裁をできなかったっていうと思います。はい、マジで10人に本当に感謝申し上げます。はい、ちょっとオーディション最後の採点というかレベル付けになってきますけども、寂しいですね。この喧嘩の仲裁レベル発表していきたいと思います。はい、仲裁レベル10です。マックス10です。はい、もうシンプルに見ていただけたらですね、分かるように、もうびくともしなかった、何人がかりでも会場にいる誰もが止められなかったと思います、この彼チャン・エドモンドさんでですね、12人が来てくれて仲裁になりましたけども、はい、ここで学びましたね。やっぱり力というのは何もパワーだけでのものではないと、12人のスター性とか人間性があってこそ仲裁できたわけで、もうそれも力ですよね。なのでフィジカルももっと鍛えつつですね、この SNS の活動を通して僕も影響力つけていきたいなと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。はい、以上ブレイキングダウン6、オーディションの仲裁のレビュー終わりました。はい、そうですね、
視聴者の方でも気づいている方いらっしゃると思うんですけど、僕ブレイキングダウンに2、3、4出まして、選手として、やっております。でこのブレイキングダウンオーディション通してですね、ずっと喧嘩を止めていたんですけども、まあ喧嘩止めるのめっちゃ楽しかったです。正直すごい楽しい。でと同時に僕も戦ってみたいなという気持ちがですね、またふつふつと湧いてきましたので、もしかしたらブレイキングダウン出れるかどうかは知らないですけど、もしかしたら格闘技復帰するかもしれないです。はい、僕がもし復帰するとしたら誰とやってほしいっていうのをですね、もしあったらコメント欄に、入れていただくと参考になりますので、ぜひコメント欄書いてみてください。はい、もしかしたら会見のところで乱闘があるかもしれないんですけど、そこに行けるかどうかは僕は分かんないんですけども、その乱闘のレビューとかもやっていきたいと思います。ありがとうございました。トゥース。